どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。私はね、 YouTuber としても反省しなければならない部分でもございますし、まあ、一つの課題となる、今後のねクラロワ YouTube 業界においても課題となりうることだと思っております。これは割と重要なことだと僕も思ってますしね。今回はですね、やっぱり皆さんも若干気づいてると思うんですよ。うすうす気づいてるんですよ。あれ、なんかクラロワ YouTuber 最強って言葉使いすぎじゃねみたいな。最強って言葉は実は最も強いね、最も強いだから、それ以上も以下もないわけよ。以下はあるわ、頂点なわけね。 YouTube 業界の最強って言ったら、じゃあ例えばはじめさんとかヒカキンさんとかじゃないですか。車業界の最強って言ったら何、わかんないけど、なんかベンツとかさ、そういう系でしょ、わかんないけど。ゲーム業界だったらそこのスーパーセルとかさ、任天堂とかじゃん。だからもう今日ね暴いちゃいます。この YouTube にね、クラロワの最強デッキは何個あるのか検証していきたいと思います。私もね、動画を作るときに最強みたいな、その現環境最強とかを使うんですよね。例えばエリババ強かった時代に本当に最強だったので、エリババとかね、でヒールもなんかこうと三重子と組み合わせが最強みたいな感じで、そういうのもちょっとね加算していきたいと思います。まず YouTube、 こちらクラロワ最強デッキ、まあ最強デッキで検索すればいいでしょう。はい、見て、キヨキヨさん、あの最強デッキでトロ4500に目指すと。で、まあゴリ押しこ最強だろ。まあなんかね、これは多分ゴレスケラでしょうね。これがカルーン、これが最強デッキ、カルーン使っていけば安牌だろ。ちょ待って、もうハルパブさん、これもこれが最強デッキって言い放っちゃってるからね、これね。もはやね、ケンツミさん、誰もが使える現環境最強デッキはこれだ、勝率ナンバーワン、これなんですよ。これがね今後の課題なのかなと。例えばその時強くても3ヶ月後弱くなってるっていう可能性あるじゃないですか。今3つ目、全部最強ですよ。無課金最強デッキ来た、世界で一番強い無課金プレイヤーのデッキだ。あ、これはね、まあ1年前だからね、まあ環境もすごい変わってくるでしょう。うん、待って、発表します、クラロワ最強デッキを発表します。絶対に誰にも教えないでください。調子こきすぎ、キヨキヨ見てるか今。いや、これはちょっとね調子乗ってますね。ねえ、最強デッキ、みかんバルーン使ってみて。確かにね、だってみかんさんが使ってるやつ実質グローバル1位とかの人ですからね、みかんさんって。これすごいよ、どうぞさん、現環境4000戦分のデータをもとに最強のデッキを考察してみる。これいい動画ですね。考察してみるから、これが最強だとは言い切ってないから、みんなで考えようぜっていう動画ですよね。これちょっとね、キヨキヨ逃げてるよ。これが昔の最強デッキ、なめんな、強いか検証してやるよ。これはね、ノゾロワ的な、昔強かったけど今どうなのっていう動画ですよね。まあ、これはね、まあ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 、急範囲。どうする先生、これ1週間前ですよ。これペッカクロスボウが恐ろしすぎる、ガチで強い大逆転デッキ。あ、でもこれガチで強いはいいよね。まだいいでしょ。うん、どうずさん、うまい、やっぱタイトルこれ面白い。アルバムさん、アリーナのクレめっちゃ強い、間違いなく最強デッキやがなちょ、このデッキ見たいまでありますけどね。まあ、勝手に再生しちゃうとね、ハルババさんの著作権とかやっぱあると思うんで。待って、これ何個あんのこれ。ちなみに今見たけどさ、もう最強デッキ結構多くない？だからこういう動画ね、現環境最強のキヨスパデッキ、だからこれ本当に強いから皆さん使ってくださいね、キヨスパね。うん、これ正直ね、何個あんのみたいな感じでちょ検証してみたかったんですけど、無限にありますね。結果無限。はい、ということですね。もう今回はちょっとね、いくつあるのかということでちょっと見ていきましたけど、本当にね、たくさんありすぎたと。今後のね、クラロワ YouTube においてもね、課題なのかなというふうに思います。僕とかがやっぱこう、クラロワ YouTube をこう、引っ張っていくじゃないですけど、先導していきたいなという気持ちは僕の中で強いので、まあ、僕もね、まあ、誤解を生まないようなね、タイトル、サムネイル、作りにね、心がけていけたらなというふうに思いますけれども、YouTuber が最強って言うってことは、結構、本当に見てほしいよと。ちょっとキャッチーな感じでね、最強っていう言葉を使うかもしれませんので、ぜひ皆さんそちらね、まあ寛大な心でね、まあなんか受け止めていただければなというふうに思います。いいものを作ったら見てほしいっていう、まあ心理ですかね。はい、ということですね、本日はですね、まあなんかクソ動画でしたね。本日もご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方、ぜひともこちらのボタンからチャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録していただけると私のモチベーションがキュイッと上がりますので、ぜひとも皆さんお願いいたします。そしてこちら、私はご一応命をかけて YouTube をやる動画となっております。まだ見てない方はぜひとも見てみてくださいね。ということで、ご視聴、任天堂スイッチ。